川口の成人大学で与党虫を捕まえるトラックを作っていただいたんですけど、こちらの方はもうだいぶ完成したみたいです、ね、2つに切ったペットボトルを加工して各班が今作っている最中です。図面を見ながらどういうふうに作るかいろいろ今ディスカッションが進んでいるところがちょっと勉強が出ています。